原始宇宙には魂のない作り手デミウルゴスと世界の真の姿であるイデア、混沌として形を持たない魂のみがあった。デミウルゴスは自らを生み出し存在を知らず、魂を知らず、イデアを知らず、祖が生み出し世界は真の世界の影に過ぎず、